19日に予定されている中国戦だが中国側に大変なことが発生しているんだぜ。大変なことって何かしら？勝てないと思いすぎてしまって不買運動でも起きたのかしら？いや、その手のボイコット的な運動は起きてはいないんだぜ。じゃあ何が起きているっていうのよ。私には理解が不能だわ。実は中国代表の起きている大変な異変というのはサッカー選手にとって一番重要なことなんだ。サッカー選手として一番大変なことって何かしら？中国代表ならお金かしら？一時期の中国スーパーリーグならその通りだが、その陣頭指揮を取っていた広州恒大は没落したぜ。広州恒大が没落ってじゃあお金はないわよね。恒大グループが経営破綻に陥ってサッカー部門にも影響が出たいう形だな。最近の中国リーグではスター選手の話をすっかり聞かないと思ったら。まあそういうわけでお金も大事ではあるが、今回の異変というのは負傷者だぜ。負傷者？実は中国代表はかなりの量の負傷者が出ていてな。それが主力ばかりが負傷しているんだぜ。誰が負傷しているのかしら？エースフォワードジャン・ユーミン、主力左サイドバックのディフェンスリーレイ、さらには主力のフォワードウーレイにフォワードフェルナンジーニョ、そしてディフェンスアランだな。ここまで負傷が相次ぐとさすがに厳しいんだぜ。それだけの負傷者を抱えながらよく4位まで浮上したわよね。それは戦い方に秘密があるんだぜ。ポゼッションを重視するなら破綻するが、中国の戦い方はカウンターアタックだものね。守備でガチガチに固めて、もちろんカウンターの戦い方を考えても負傷者が出るのは痛いけど、うん、ポゼッション型の方がより細かい動きを求められてしまうからな。その型を使っていなかったのは中国としてはまさに怪我の功名ね。この状況に中国メディアは負傷激化が発生していると報道するほどだぜ。詳しくは次の通りだな。スーパーサブのワン・ジミンが先発出場する見通しで、ギヨゴーも戦線復帰する可能性があると。まさかのスーパーサブがスタメン入りという緊急事態の発生だぜ。それはもうスーパーサブではないわよね。サブじゃないもの。ただこの状況は中国にとったら負けた時の言い訳ができるからな。それはその通りよね。中国国内の士気を落とさないためにはぴったりね。中国にとっては最優先事項は勝つことではなく、今の良い雰囲気をしっかりと残すことだからな。それを考えたら本気じゃないから負けたと言えるこの状況は良いと言えば良いのかしら？プロがその考えに至ったらダメだけど、今の中国の現状を考えたらその思考はあり得るんだぜ。そういうところは妙に現実主義なのよね。そんな中国代表なんだが、地元メディアの見方も冷ややかだぜ。日本代表が相手だとね、勝利はどうやっても無理じゃないかしら？まさに中国メディアの反応もそういう感じなんだぜ。日本が最強国だ。日本のゴール数は残りの5カ国を合わせたのと同じだ。むしろ日本がこのまま全て勝ってくれて方が中国にとっては良い。日本はアジアに存在するヨーロッパのチームだ。日本戦はとても厳しい。中国のファンも大きな期待はしていない。と霊夢が思っている想像は中国国内のファンの方がしている始末だぜ。それはそうよね。まさにゴジラというべき破壊力だもの。ゴジラにとってみると中国を気にすることなく踏みつけるビルみたいなものだろうからな。ん？何か踏んだかな？ぐらいの感覚よね。こんなことを言ってしまったら申し訳ないんだが、そもそも相手にされていないからな。それはその通りなのよね。日本が中国に対して特別な準備はしていないわよね。日本がしている準備はおそらくいつも通りのそれだろうな。ことアジアの中の戦いに関して日本代表は特別な対策をする必要はないわよね。日本がアジアの戦いで気にかけるべきは自分たちの気の引き締めだからな。矢印を向ける先はあくまでも相手ではなくて自分になってしまうのよね。気の緩みが唯一の弱点たり得るからな。カタール大会のドイツ7、スペインが良い例ね。気が緩むと何が起きるかわからないもの。ただ中国としては点差を広がせないために都合の良い解釈さえする始末だぜ。日本は今年戦力の 60-70% だけを出し、主力を早く休ませるだろうとまでしている始末だぜ。ちょっと都合が良すぎるな。マリサはこの戦力温存策には反対なのかしら？戦力温存策には賛成したいんだが、それはインドネシア戦でしていたからな。言われてみたらその通りよね。じゃあかなりの本気メンバーなのかしら？少なくともインドネシア戦で出場していない久保選手は臨戦態勢だからな。彼のスタメンもしくは出場は決定的だろう。それにフランスで絶好調の中村選手も前回は起用されていないからな。彼の起用も考えられるんだぜ。名前を聞くだけでも相手をズタボロにする布陣じゃないの。狭いスペースの中でも簡単にサイドを攻略する日本の上質なウイングは中国にとっては脅威だぜ。引いていてもそこを攻略されちゃうとね。
いくらなんでも守りきれなくなるわよね。それに日本代表のウイングやアタッカー陣はクオリティの高い攻撃をするだけじゃないからな。え？最近のサッカーのトレンドは前線からのプレスだぜ。欧州で活躍する中でこれをしていない選手はいない。じゃあ、中国が引いてきたとしても、日本代表の選手としては今までと変わらずに前線からプレスに行くことになるだろうな。恐怖じゃないの？でもそれってみんながやっていることなのかしら？現在のサッカーシーンでは絶対条件だぜ。ムバッペはこれができないからものすごく攻められているし、これを免除されるとしたらよっぽど得点能力が高くてそこに専念してもらった方が良い。クリスティアーノ・ロナウドとメッシ、この二人くらうのものだろうな。逆に言うとこの二人のレベルじゃないと免除されないほどの特別待遇なのね。まさにそれほどに重要なタスクになるんだぜ。日本代表としてはそのレベルのストライカーはいないから守備のタスクは最重要なのね。ああ。だからこそ中国代表戦に向けてもそのようにこれまで同様のスタメンになると思うんだぜ。どんなスタメンを予想しているのかマリサなりの答えが聞きたいわ。まずはゴールキーパーからなんだがこの場面で変更というのは現実的ではないだろうな。つまり今回もゴールキーパー鈴木の出番なのね。それが妥当だと思うんだぜ。3バックも同様の理由で変更なしと読むぜ。橋岡、板倉、町田の3選手ね。カウンターへの対応は怖いけど、2ボランチに関しては基本路線は森田、遠藤の組み合わせだと思うんだぜ。疲労を考えて田中碧選手の出番という考えもあると思うんだけど、今回主審になるであろう人物と田中選手の相性がバチクソに悪いからな。なるほどね。左ウイングバックは中村選手、右ウイングバックに伊藤選手かなと思うんだぜ。あれ？三笘と堂安選手は？中国戦はお休みでもいい気がするな。三笘選手はそもそも疲労に弱いタイプでもあるし。なるほどね。堂安選手に関してはなぜかしら？単純に具合合わせの問題だな。左が中村なら右は伊藤の方が連携が取れやすい。クラブでも抜群の連携を見せているわよね。あれだけ離れているのに、それが異常なことなんだぜ。ただそれを平然とやっているからな。わけがわからないわね。そして2シャドウは南野選手と久保選手かなと感じるんだぜ。鎌田選手はどこに行ってしまったのかしら？私も前までは鎌田選手かなと思っていたんだがインドネシア戦の交代策を見るとな。確かに南野選手の交代は早すぎるぐらいだったわ。中国戦を睨んでいた可能性はあるわね。そして気になるワントップだが、ここも規定路線で小川選手かなと思うんだぜ。スタメン固定が正しい判断よね。中国国内はチケットが即座に完売するほどにサッカー熱が高まっているからな。インドネシア戦のように大声援が敵に回ってしまうのはやりづらいわよね。ただ日本代表選手を楽しみにしている部分も見え隠れしているからな。なるほどね。そこを考えてもある程度名前が通じている選手を使うのはありかもしれないわね。ただ怖いのはそれだけの観客がいるだけに発生しそうなのが中国代表が強気のラフプレイだぜ。カンフーサッカーのことね。それに ACLE でも同様にふざけた行為をする中国国籍選手もいたくらいだからな。そういえばあったわね。あれを代表戦でするかしら？普通に考えたらできるわけがないんだけどな。なぜかしら？その行動は習近平国家主席の顔に泥を塗るのと同じ行為だからだぜ。習近平国家主席はサッカーに力を入れていたわね。そんな中で欧州でも見られる可能性がある試合でふざけたプレイをしたら、どんな目に遭わされるかわかったもんじゃないわね。私としては勝ち負けよりも選手に負傷がないことを祈りたい試合だな。勝たなくてもいいの？そこまで頑張らなくても勝てる相手だから勝利はマストだぜ。それはそうよね。勝たなくていいなんて言えないわ。そんな中で密かに注目を集めているのが長友選手なんだぜ。ブラボー長友だったりインテル長友だったりいろんな異名を持っているわよね。そんな長友選手だが今のところ出場機会がないんだぜ。じゃあそろそろ代表招集外になるのかしら？いや、長友選手最大のミッションは代表メンバーのコミュニケーションを支える潤滑油だぜ。ベテランらしい立ち位置よね。それにメディア対応という意味合いでもいてくれないと困る選手だぜ。選手としてピッチに立つのは何よりも大切だけどそれと同じくらいには重要な役回りね。これは誰でもできることではないからな。点数を奪うよりもスペシャルなものかもしれないぜ。サッカーというスポーツ上連携は大切だもの。長友選手の重要性は凄まじいわね。今後も森保ジャパンが飛躍するためには長友選手の存在が必要不可欠だぜ。中国が発言していたことへの反応を最後に見ていきたいと思うわ。欧州全体代表チームでリーグ戦をやって日本を参加させてくれたら、日本は中間よりは上に行けるとは思う。
ただ、強豪国スペイン、イングランド、フランス、ドイツ、イタリア、ベルギー等との対戦になると勝てる時もあるんじゃない？というレベルだと思う。まだまだ互角に戦えるほどの実力はないと思う。欧州のチームに並ぶといったらまだそこまでではないというのが実際のところでしょうが、20年前と比べたらかなり強くなりましたし、それこそドーハの悲劇の頃などは日本がサッカーで国際試合に勝てるわけがないというのが常識でしたからね。そこから比べたら信じられないくらい強豪になりました。みんなの意見もぜひ教えてね。そしたら中国戦を楽しみに待っていこうぜ。